金印中は、韓国出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。生まれつき左目の視力が、かなり悪いハンデを乗り越えて、プロ選手となった。ベガルタ仙台在籍時は、ダテマサムネになぞらえて、独眼竜との通称も、1997年に高校を中退して、大田七シに入団。2001年、 FA カップ決勝の歩行スティーラース戦では、決勝点を奪い優勝に貢献、MVP を獲得。財政的に苦しむクラブの看板選手として、長年活躍する。2003年の K リーグで、シーズン途中で、得点王争いに加わり、韓国代表メンバーにも選ばれた、彼に、マルコスの不勝離脱で得点源を失った、ベガルト仙台が目をつけ、レンタル遺跡にて加入。 加入初戦のセレッソ大阪戦でゴールを奪うなどしたが、この年ベガルタは J1 リーグ15位で J2 へ降格となり、救世主とはなれなかった。レンタル期間終了後、FC ソウルへ移籍金10億ウォンで移籍した。2009年、自由契約となりチェジュユナイテッド FC や新設されたエバラ FC と接触したが、契約はまとまらず、 選手登録締め切り日までに所属チームが決まらなかったため2009年シーズンの K リーグでの出場ができなくなってしまうその後陰中に高い関心を示していた中国スーパーリーグの長者金徳と8ヶ月の期間で契約2010年チェジュユナイテッドに加入首相として活躍し昨年度リーグ14位だったチェジュをリーグ2位 FA カップベスト4という好成績に導いた。また、自身も、K リーグ MVP ベスト11を受賞した。2011年7月2日の K リーグ第16節、エバラ FC 戦で2ゴールを決め、史上7人目となる、K リーグ通算100ゴールを達成した。2012年シーズンより、エバラ FC に移籍。2013年7月、ホコースティーラースへレンタル移籍。 2014年より、大田市地図に復帰。このシーズンを最後に現役を引退した。1998年の AFCU-19 選手権では、李東国との2トップを形成して活躍。1999年11月22日、中国代表との定期戦で A マッチデビューを果たす。 2004年の AFC アジアカップのメンバーにも選ばれ、A 代表通算15試合5得点を記録。2015年、a f c t u ビ i z のコーチに就任した。2017年には、暫定監督を務めた。2017年10月31日、韓国 U-23 代表のコーチに就任した。J リーグ初出場。 初得点、2003年8月30日 J1 セカンド、第3節 VS セレッソ大阪。